ここは、佐川鉄道学校。これから、4次元目の授業が始まるところで、クラスの人たちは、リハーサルの時間がやってきている。さて、どんな先生が待ち構えているのか？もう、何もなんかが言えない。4次元目に引き継ぐ車両もいて、それ以外も引き継ぐ車両もいるのかよ。聞いてないんだよね、その話。君たちも引き継ぎ授業？日比谷線さん、そういうことでございます。なんか気まずそうな役職群だな。いえ、全然気まずい感じではないので。で、なんか気になると思うんだけど。教卓なんか横長くなってない？なんかずっと気になってたんだけど、こんな横長い教卓は初めて見た。ということで皆さんこんにちは。4次元目の授業は、私やわざと、清水の二人で、担当させていただきます。で、二人も先生が来るんだ。だから横長の教卓だったんですね。それでは、日直の方は、号令をお願いしますわ。起立、客席。ということで4次元目の授業は、3次元目で勝ち取った車両たちで、リハーサル撮影で、バトロワを行います。3次元目のプラ級チャレンジで、勝ち取った車両たちの6両が、引き継いでバトロワとかね。あとは211系もですわ。マジで？ 211系頑張ってください。自分に言われたくないんだけど。話聞いてますでしょうか？主役も出場ですよ。マジかいな。なので、主役はリーダーとして、頑張っていただきたいところですわ。リーダー。ということで、このような感じで出場していきますので、気を抜かないようにお願いしますね。だって本気すぎる。ということで皆さんこんにちは。あわざですわ。学園の先生でも実況はやります。清水です。ということで今回は、私と清水さんで4次元目のコースを作らせていただきましたわ。これを作るまで結構時間がかかりましたからね。そして今回の出場車両ですわ。さて3次元目で勝ち取った車両で、バトロワに出場していく感じですね。ただ大阪メトロ3万系は、リーダーなので試合を見せるべきですわね。そうそう、その活躍が見たい。ということで、コースと出場車両の紹介が終わったので、早速4次元目の試合を始めていきます。僕も学年主任を目指して頑張ります。ということでスタートいたしました。1戦目ですわ。なんかこういう感じでコース広めだったら、10両ぐらい必要だったかもしれないな。いや、これぐらいで8両が限界だと思うはずですわ。さてそれを話していた瞬間、電車出場が完了しました。そのような流れで進展も起こり始めたそうですね。まず最初は、683系と211系が脱落しましたね。と思ったはずなのに211系、コース破壊しようとしてますの？おい、減衰なのにそれは絶対ない。いや、やばいでしょって話だよね。ぜひ秋をやめてくれ。なんかもういきなりからカオスから始まってるじゃないですか。この試合史上で早速放送事故引き起こさないでほしい。明確な試合を見せるべきですよね。これと思っていたらまた新鮮か。なんか1戦目からここでの衝突多すぎませんの？半分どころか残り3両減と思った瞬間降脚してしまったので、ここからは8倍速でお送りします。そう思うと倍速が終わっていきましたね。またここで衝突か。というか1戦目全部同じポイントで衝突してるじゃないですか。こんなコースが広いのにここだけ衝突はどうかしてるわ。ほんとそれ。しかしこれはもう決着ですわね。ということで1戦目は近鉄の特急車両火の鳥の勝利です。この車両は久々の出場なのでおめでとうございます。それでは4次元目の通常バトロワ2戦目でございます。なんかもうこの試合かっ飛ばして出場してるからな。バトレイル祭が再来しそう。エミアコーラセーどっこいせー。急にどうしたのですか？やおみなみのあれです。夏祭りで聞くかわし温度じゃん。もう実況が壊れてるだけなのに、正しいバトレイルとしての知識を持つべきですわね。と思った瞬間進展するんですよね。また同じところで衝突かいな。今回はここしか衝突しません。なにこれ。さて新鮮も起きてる中実況を再開。減衰、上位残りな。よりにもよって、乗客を倒してしまうなんて。こんなの減衰らしくないですわ。副リーダー頼みますよ。と思った瞬間また新鮮が起きる。なんかいろいろごちゃまぜになってきましたわね。しかしその一瞬で残り2両。はっしゃー。で、20倍速の時間です。えっ、そして倍速が終了しましたわ。
ということで決着しました。なんと2戦目は問題児の逆転が勝利を飾りました。なんか最近問題児の勝利多すぎませんの？ということでこの試合もラストの3戦目ですわ。ああ、もう終盤か。あと1戦なのでこれが終わったらエンディングですわね。よし、頑張っておこう。この前みたいに疲れないようにするんですわね。と言ったら新戦が起き始めましたね。はい、まずは翼戦番台の脱落から始まりましたわ。それに続きまた新戦か。今度は早手が211系を脱線させる。で、リーダーの大阪メトロ3万系に落とされてしまったのですわ。ゆっくり展開起こってるのに違いがないな。続いて逆系が脱落しましたわ。進展状況どうなってんだか曖昧になってしまう。それに引き続き火の鳥も脱落しましたわ。なんだこの時間差の進展。さてここからしばらく6倍速の時間ですわ。なんかめたい。そして倍速が終了しましたわ。いやメトロ同士の協力やばいじゃん。ここで早瀬が脱落しましたわ。さらに膠着も続いて今度は8倍速を使ってしまうマスロ。そしてまた倍速が終了しましたわ。その瞬間決着いたしました。ということでラストの3戦目は千代田線を走る地下鉄車両東京メトロ16000系の勝利ですわ。おめでとうございます。ということで4次元目もこれにて以上となりますわ。出場していた皆さん、お疲れ様でございます。今回のクラスたちは、ここで授業終わりで解散となりますが、この動画を締めたら、私と清水さんは、片付けをしないといけないですわ。やべえこれ次の時間か、このまんまだったら、港くんに怒られてしまう。大丈夫ですわ。お昼時間挟んでいるので、片付けは十分間に合います。まあひとまず今回は、一旦ここで締めましょうか。まず港さんから言われたことは、4次元目に使うものですわ。交差ポイントレール、副線曲線レールは残してほしいと言ってました。じゃあまずこの動画を締めてから、片付けをしますわね。ここまで見てくださった。画面の前の皆様、最後までご視聴、ありがとうございました。人に向けて